旅人に囁きかける俊敏な雪男、ウェンディゴ。カナダの森林地帯で暮らすイヌイットや、アメリカの先住民族の伝承に登場する精霊の一種。雪男に似た風貌で体長が5メートルもあり、顔は骸骨に似ているとも言う。大きさの割に動きがとても俊敏で、人に姿を見せることはない。抜け目がない性格で、一人で歩いている旅人の背後に忍び寄り、気配だけを悟らせる。気になった旅人が振り返るが、ウェンディゴの姿を確認することはできない。やがて何日か経過すると、ウェンディゴは旅人に囁きかけるようになる。正体不明の不気味さに旅人が耐えきれなくなるまでいたずらは続くが、危害を加えることはないとされる。神々に戦いを挑んだ一人の巨人、ウルリクムニ。古代ヒッタイトのクマルビ神話に登場する石の巨人。ウルリクムニは、海底に住む巨人フェリルの方から植物のように生えて誕生したという。生まれるとすぐに背が伸び、やがて吸盤旦那にまで達し、頭が天上界に届いた。それだけの巨体ならば、動くことは難しいと思われるかもしれないが、毎日陸に上がって町を破壊したという。その理由は神々への挑戦だったと伝わっている。彼の挑戦を受けて立った神々だったが、ウルリクムミの力は強大で、70人の神が束になってもかなわないほどだった。だが、最後は目に当たる岩の足を切られ、海中へ転がり落ちて死んだという、海底の黄金宮殿に住む海の支配者、エーギル。北欧神話に登場する、海を支配するとされた巨人。海底にある宮殿に住み、そこには海に沈んだ財宝のすべてが集まる。そのため、宮殿は黄金色に満ちていた。暗い海底にもかかわらず、金や宝石の輝きで照明がいらなかったほどだという。エーギルには妻のラーンと、波の乙女と呼ばれる9人の娘がいた。娘たちは船乗りを誘惑し、魂を海に引きずり込もうとした。妻のラーンは、魂を一気に捕まえられる網を持っていたという。ナンパ船などで海に放り出された人々の魂をまとめて海中に引き込むためだったとか。沈んだ魂は宮殿でもてなされた。猫に騙された残虐な巨人、オーグル。中世ヨーロッパの騎士物語や童話に登場する巨人の総称。フランスの作家ペローが、長靴を履いた猫の中で、この種の巨人をオーグルと記したことから名付けられた。体が大きく残虐で、人間を好物にしていた者もいるという。腹が減ると村や町に向かい人間狩りを行っていたというから恐ろしい話である。本来は巨人の姿だが、変身能力を持っているので、様々なものに姿を変えられた。ペローの物語では、何にでも化けられると言っても、豆粒にはなれないだろうという猫の言葉に騙され、豆粒に変身したところをあっけなく食われてしまう。頭は決して良くなかったようだ。容易に山を崩す怪力男、カブラカン。マヤ神話に登場する巨人。父は大地の巨人と呼ばれ、乱暴者で名高い奥深き種。カブラカンは次男である。父の血を継いでいる証は力自慢だけではなく名前にもあり、カブラカンは自信という意味を持っている。山々を簡単に突き崩し、自分自身を山を覆す男として豪語していた。だが、フオフプーとイシバランケーという双子の英雄に見事に騙され、埋められてしまった。父や兄と神に代わって人間を支配しようとしていたが、簡単に騙されて倒されてしまう程度では、神に代わる器の持ち主ではなかったのだろう。